県本寺は、大阪府堺市堺区にある北家ケ州本門流の寺院。三号は、上住山、大本山本教寺松。会期は火、高市、海山は、日常とされる。宝徳三年、堺の豪商である木屋と飾り屋と称する、者たちの自宅を、北家堂としたのが、始まりとされる。当初の寺は、開港神社に近い海町山の路にあった。 京都本能寺や天ヶ崎本教寺を創建し、本門流を起こした日、高市の流れにあって、南西国末寺やと呼ばれる自覚を得ていた。戦国時代に入ると、室町幕府第十二代将軍、足利義春を要する官僚、細川高国に対抗し、大英七年に、細川晴元と、三好元長がああから足利義綱を迎え、堺幕府を樹立した。しかし、 強烈四年六月に高国を討ち取った後の春元は、翌五年六月に田元をあかった元町へ一行一気を差し向けた。そのため当時へ逃れた末に、元町が自害に追い込まれると、後ろ盾を失った足利義綱は、淡い逃がされ、境幕府は滅んだ。元長の柔軟地ということもあり、その後も、三吉氏一族との結びつきは続き、元町の息子三吉町景。 実級らの軍勢が寄宿する免許を得たり、元町の二十五回帰の法要が行われた。天文五年の天文法家の乱で、本門流の大本山本能寺が焼き打ちにあって、当時に逃れると、天文十六年から天文十七年頃に気楽を許されるまでの間、本山が県本寺にあった。天正十四年、豊臣秀吉より、寺二十七国の御朱印地を許される。 この事料は江戸幕府においても引き続き許された。慶長20年の大阪夏の陣の陛下で寺は焼失。再建された際に現在の場所に移った。安土桃山時代、この寺の達中の一つである高三坊の高さ部、龍達が当時の流行家となった小唄、龍達説を創出したことでも知られる。昭和20年に堺大空襲のため、ガラ覧などは焼失。 平成15年日本道が再建。ありがとうございます。